今日どこからだっけ、新婚生活に入ったですよね。入ってなかったっけ。50ページ、49ページ、大選挙命令やりましたよね。で50ページ行きました。バプテスマ行きました。生産式はまだ51ページ。あ、そうそう、頭からですね。ありがとうございます。じゃあ、今日何だっけ、11月17日の聖書の学びを始めたいと思います。天皇様、今から学びの時を持ちますが、主が導いてくださって生きた学びを与えてください。イエス様にお願いします。ね、今日の礼拝はちょっと教え色が強かったかな。うん、でもやっぱり必要だよね。ちょっと教えだったんで。本当はもっと教えをしたかったんですけど、なんかみんなきつそうだったから。さて、それじゃあ信仰生活のところの、1のバプテスマの2のバプテスマを受ける資格の2つ目の御言葉、使徒行伝8章36節から38節、そこのところを見ていきたいと思います。じゃあ、使徒行伝8章36節から38節。大丈夫ですかね、はい、36から38ですね。使徒行伝の8章の36から38です。お願いします。行くうちに、水のあるところに来たので、カムカムは言った。ご覧なさい、水があります。私はバプテスマを受けるのに何か差し支えはあるでしょうか。そこで馬車を止めさせ、ピリポもカムカムも水の中へ降りていき、ピリポはカムカムに、バプテスマを授けた。はい、そこがありますね。でこれね、星印があるんですけども、星印を見ると37がね、断崖中に出ていまして、36の後に37節がこの後に挿入している。もうそこでピリポは言った。もしあなたが真相から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った。私はイエス・キリストが神の御子であることを信じます。こう書いてありますね。だから、この断崖中になりますけれども、水があって洗礼を授けるんですが、何が洗礼の鍵かというと、まあ、真相って書いてあるけど、本当にイエス・キリストを信じているかです。イエス・キリストを本当に自分の救い主として、自分の罪の身代わりに十字架にかかって死んで身代わってくださった方と信じているなら洗礼を受けているんですね。でそれで、その信じてないのに洗礼を受けたら、その形だけなので意味がなさないわけです。でも信じているならば、別に今信じて今すぐ受けたっていいんです。本当に信じているなら、ね、だから信じてすぐ受けた人もいるでしょ。全部かかった人もいるね。うちの奥さんなんかは結構信じてから、確認なんか自分の中で一番確認するためじゃなかったんだけどね。私はクリスチャンもだったから、そういう意味ではもうちょっと死んでたんですけど、もう死んでたらすぐに洗礼受けたくなりましたね。逆にね、クリスチャンもだったこともあってね。石田さんは結構早かったよね、死んでから洗礼までね。小川さんも早かった。小川さん心配するぐらいだったよね。でもはっきり死んでますからね。でそこがポイントだってことは、ね、覚えてください。洗礼を受けるのに大事なことはイエス・キリストを信じている、信じている、信じているなら洗礼を受けているわけですね。これが一番大きなポイントです、ね。はい、それで次いきますね。教会生活、具体的にバプテスマを受けた信者には教会の会員としての生活が始まります。あ、こういう言い方もしないけど、まあ、神の家族の人になるんですね。で今日は酒井牧師のお母さんのことを話してもらった理由は、長崎教会で洗礼を受けて、長崎教会の神の家族の一人だったんですね。まあ、その後尾道帰られましたら、
最後の瞬間だと全然何歳くらいでいらしてないんだけど、そうじゃなくてずっと礼拝してて1月1日に洗礼を受けて、その後年が明けて少しずつ帰っちゃったんですね。でもそれまで結構一緒にしばらく数ヶ月間一緒に礼拝して、それでお母さんが洗礼を受けたいって言ってその信じてで受けられたんですね。で、で、まあ、教会を受けたとか、その教会の神の家族になるので、ね、だからその教会に礼拝に出席することが基本的な原則なんです。もちろんね、今日佐世保のなんだっけ、あの人石橋さんがね、佐世保に、あ、そうじゃない、大村の石橋さんがね、今ちょっと長崎だったんだけど、一応来週からもう佐世保に行きたいってことですね。それは息子さんとお孫さんができて、で家族みんなで一緒に電話したいってこともあって、まあそれ大村からだったらまあどっこいどっこいでしょうから、まあ全然いいですよってこと、同じ教会ですね、だからどうぞってことだったんですけども、その前にきちっと今まではこちらの家族だからこっち来てた、でも今度は向こうの家族に入るってことできちっと、まあきちっとしますよね、きちっと今度は向こうに行くってことで ね、そういうことなんですね。だから神のそのどこの家族の一部なのかっていうことははっきりしてほしいですね。よくバタフライクリスチャンって言うでしょ、私よく言うバタフライクリスチャン、バタフライって蝶々のこと、蝶々蝶々菜の葉に止まれ、菜の葉が開いたらなんだっけ、桜だっけ、なんかに止まれってね、花から花へってね、でね、蝶々蝶々長崎教会止まれ、長崎教会開いたら何しましょう、熊本に止まれ、熊本開いたら鹿児島行って宮崎もあるよってね、九州は広いから大変だけど、関西なんかね、同じ時間で行ける教会が同じ小中華でさえ3つか4つあったりするわけですよね。そうなるとそういうことがね、今は知らないんですけど昔は結構あったんですね。ちょっと何かあったらね、じゃあ私こっちの教会導きですかってね、またこっちの教会導きですかってね、一周回って戻ってきたりね、でこれはちょっと良くないですね。どの教会に行ってもいいこともあるし嫌なこともある、罪人なんだから。神様が置かれた教会でその嫌なことがあったらお互い許し合いながら成長していくんです。だって肉の家族だってそうでしょ、本当に尊敬してるお父さん素晴らしいお母さんと思うけど喧嘩しませんか仲のいい夫婦と喧嘩するでしょ、全く喧嘩がない夫婦は危ないよ、よっぽど成熟したか、ね、天国に帰られたご両親はね成熟してましたよねでも若い頃は違ったでしょそこを通過したからそのはずですよ、そこを通過したからああやって、ね、一緒に歩けるんですよ、全然こうなんか恥ずかしくなくね、なんていうか感動してましたもんね、いつも手をつないで歩いてて、それが嫌味じゃなくて自然ですもんね、日本人で自然っていうのは珍しいよね。でもあれはでもきっと若い時喧嘩したはずなんです、しないであそこまで行ってたらえらいこっちゃねだから何かって言ったらね、教会も知ったのは神の家族なんだから、もちろんいいこともいっぱいある、お互い助け合うこともあるけど、罪人の集まりだし、いろんなことがあるけど、神がこの子らだってことでお互い許し合いながら、お互いがそれによって整えられながら成長していくんですよ。 でももちろんその神様がじゃあ今度はこっちに行きなさいっていうことがあるから、あるよほら本当に、だからそういう時はそのね、嫌になったからじゃなくて神の導きがあるからって言って、今日の石橋さんみたいにきちんと言うに来て、そして向こうに行かれると全然問題ないです、ね、だからそのさっき言ったようにバタフライクリスチャンにならないで、あっち行ってこっち行ってこいね、自分のとどまるところがしっかりしてないクリスチャン、これは成長しません。そういうクリスチャンほどね、一発のこと言うんです、 A 先生はこう言われ、 B 先生はこう言われて、いろんな先生のね、切り札の説教みんな知ってる、だからそれで立派なこと言うんですけど身についてない、そこにとどまってないから、だからしっかりとどまることによって身についていく、ね、だからそれはね大事なことですね。でそれで山田会長ね、礼拝を始める各種の集会の出席と、礼拝を始めね、日曜日の礼拝に出席することは信者に与えられた祝福であり義務です、その他の集会にも積極的に参加しましょう、まあ、礼拝は神の家族となったら献身の表れだから、立法ではないけれどもこれは献身の表れだから、守ってほしいことですね、祝福になるからですね。それで、ヘブル書10章25節、まあこれ出てきたら問題ないよね、で皆さんはこれから新しく来る人にねそのことを教えてあげてください。ヘブル書10章25節、じゃあお願いします。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、他の日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。はい、
ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでってことは、やめた人はいたってことなんですね。だから今でも僕教会っていうのありますけど、はっきり聖書は教会っていうのはすごく大事にしています。カトリックはその点ではすごいですね。で、まあ、カトリックはちょっと私は違いますけども、プロテスタントはもちろん信仰はここなんです。でも教会を通して神は祝福を表してくださるので、やっぱりこれは大事にしておいてほしいと思います ね。だから集まることをやめたりしないでって言われたように、やめないで集まるってことですね。それから聖餐式、主イエスと弟子たちの最後の晩餐の時に聖餐式を行うことが定められました。聖餐式はバプテスマと並ぶ教会の大切な礼典です。プロテスタントは洗礼と聖餐が二大典礼です。カトリックはそれ以外にも結婚とか、それから周遊の油って言って、死ぬ前に最後に周遊するんです。それとかあと、任命ね、除会、プロセスは牧師ですね、僕は死去したいですけど、それ除会することとか、それね、そういう7つぐらいあります。そういう典礼が、プロテスタントは洗礼と聖餐だけですね。で、その聖餐で、パンと杯は十字架の上で裂かれた主イエスのお体と流された血と、これは象徴してます。これはこのプロテスタントの一般的な形です。我々は聖書の通り象徴とは取っていません。血と体になると取っています。だから血と体になるんですね。信仰を通して単なる形式や習慣として行うのではなく、イエス・キリストは自分の罪の身代わりとして十字架ってくださったことを覚え感謝してのと言ったでしょう。だからパンとブドウ酒はキリストの血と体とまさにそのものとして受け取ったわけですね。だから奇跡も期待するというわけです。どこが出てるかな、これは。マタイの26章の26から28。紙なくなった。なくなったかな。もう次はね。あ、じゃあ、ごめん、コピーしたいよね。次回コピーしていきます。マタイ26の、26から28、ちょっと長いですけど、お願いします。次の方、お願いします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これをさっき弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ありがとうございます。ここではっきりパンを取り祝福して後、これをさっき弟子たちに与えてくれた。取って食べなさい。はっきりこれは私の体ですって書いてあるでしょ。体の症状とかね、これは体ですって言ったんですよ。で、杯を取って飲んで、これから、ね、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血ですってはっきり血で言ってますよね。だから私たちはその通りパンを体、ブドウ酒を血としてそのまま受け取るわけです、ね、これ聖餐ですね。十字架を覚えて行う式です。聖餐式は十字架を意味してますので、奇跡を期待してください。十字架から流れてくる祝福が流れますからね、これは本当にそのうち起こると思ってるんです、聖餐の中でね。でさて、次、第一コリント11章23から25、まあ、いつも私が最近はここを読んでます。第一コリント11章の23から25、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。はい、ありがとうございます。いつも先生の時読んでますけど、これはっきりね、私は主から受けたことをあなた方に伝えた。すなわち主イエスは渡されるパンを取り感謝を捧げて、ね、それを加えました。これはあなた方のための私の体です。パッキーパンは体ですと行います。夕食のうち杯も用意しない。この杯は私の血による新しい契約です。はっきり血による契約だと言ってましたね。だから我々はそのまま血として通り、体として受け取ると。で、主が行えと言ったから行うんです。プロテスタントは大体ね、1年に1回とか半年に1回とか、なんかクリスマスとかイースターとか特別な時だけある教会が多いですね。あれ月に1回、第1月日曜日とかね。我々は彼らが集まって
パンを先って言ったって書いてあるしというわけで、だから安息日の礼拝の度ごとにそれをすることにしています。で、礼拝の度ごとに何ですかって言ったら、その礼拝しか来ない人もいるからね。だから礼拝の度ごとにやっております。で、そこですね。それからさらに第一コリント同じ11章の27-28、お願いします。従ってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。これはね、しびれのと書いてあるんですけど、ふさわしくないままでってのはみんなふさわしくないんですよ。でもだから大丈夫だから悔やんでますね。きちんと悔やんでまして、罪の悔やんでもした上でパンを食べ主の杯を飲む、ね。これは大事なことですね。罪を持ったままじゃなくて、罪を本当に悔やんでめてその杯に預かり、まあ、パンに預かるわけですね。まあ、パンって体ですね。そうじゃないと体と血に対して罪を犯すことになるって書いてありません。だから自分を吟味して、ね、あ、なんか問題があったらちゃんと悔やんでめてってことです。明らかにまずいと思うものを持っていながら、あ、これもまずいなって思いながら悔い改めないまま預かると、この後こういうこと書いてあるでしょ。身体をわきまえないで飲み食いをするならば、その飲み食いがな自分を裁くものになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者も出ます。すごいこと書いてあるね。だから、あの、いいですか、明らかにまずい罪だと分かっていながら悔い改めず、それを持ったまま生産を受けちゃうとまずいと思う。人間は罪だから罪あるんですけど、神様許してくださいって悔い改めて受ける分には問題ないし、弱さの上にね、失敗してしまってずるずる言ってた、神様本当すいませんって感じで、これいいんですけど、明らかに罪を持っていてはっきり意図して分かっているのにもかかわらず悔い改めようとしないで、それで生産を受けちゃうと怖いですね。なんかね、自分がはっきり分かっていてね、それはね、しないようにしてください、ね、で、特にうちは血と体って言ってるからはっきり現れますね。象徴じゃないので OK ね。はい、それで、もうちょっとだけ言いますね。献金、ね、献金は多くの神への感謝と献身を出すものです。強制されてするのではなく、信仰を持って心からするように進められています。献金が強制されてするものではない。だけども、確かに信仰を持ってするって書いてありますけど、喜んで表すものですね。で、人によってね、強さは違うんですけど、時間を捧げることがね、全然苦にならない人、お金を捧げることが苦にならない人、能力を捧げることが苦にならない人、みんなあるんですね。何でも捧げることが苦にならない人もまれにいますけど、ね、あの、ね、時間をどんどん喜んでたので、学生の時ってのは結構時間があることが多い。まあ、理系はそうでもないですね。文系は特にね。で、お金ね、捧げたくてもない人は捧げれませんけど、あの、本当に与えるのは好きな人いますよね。好きっていうか喜んでする人、ね、うちの母はそうだと思いますね。前も言ったけど、うちの親父がつけた名前が花坂婆さんってね、もう献金をばらまくとかってね、ね、あの、献金についていきたいって言いますけどね、ね、時々についていきたくなるってね、ね、でもな、誠って声超えてますよ。でもな、誠ってな、自分の欲しいものを買うとか、あれしたいこれしたいって言うて、日本中主要会で行って献金ばらまいてくれるから文句は言えんのや、大変ですね。なるほど、大変ですね。でも本当にそうですね、これ献金するのは喜びなんですよね、こうやってね。その子供にしたら私はダメですね。あそこまで全然行ってないですよね。だからもっとね、で、これは悲しいね。それから能力ね、神様のためにね、いろいろもうやることが少ない人、ね、ピアノピッピ弾いてね、あったりしています、ね、でも、あの、電気代も場所代も、ね、あの、あんまり払っておられません。でも能力は一生懸命使ってるわけですよ。だからみんな違うんですよ。お金を下げる人がおり、能力をどんどん下げる人がおり、時間を下げる人がおり、みんな違うんですよ。だからお金代が全てじゃないんですよ。でも捧げることがすごく大事なんです。これは強制されてするんじゃないけど、でも大事なことはね、自分が好きなだけやるっていうのは自分中心なんですよ。で、最初はそれでいいんですよ。でも本当に神様の愛が分かってきたら、神様が望まれるように捧げたいと思ってきたら、まさに献身なんですよ。で、献金っていうのはね、捧げるお金でしょ。
捧げるんですよ。余ったものを捧げるんじゃないですか。一番最初の良いものを捧げる。十分の一現金も、ね、三段使って最後の残ったのをやるんじゃなくて、一番最初のものを捧げる。これがカインとアベルの違いだったんですよね。一番良い最初のものを神に取るのです。それだったら神様に最高のものを捧げる。分かりますよね。この姿勢はね、これも強制されてするもんじゃないんだけど、本当に主の愛が分かってきたらそうなると思うんですよね。やっぱ自分の、例えば自分の親を傷ついてる人もいますけど、本当に 親に感謝をしていて、だからやっぱり自分のできる最高のものをしてあげたいと思いませんかね。普通はいつも思ってるだけで何もできませんけど、私の場合は、ね、だからよく世の中の人はそのすごく贅沢をして、なすごくいい缶オケにしたりね、なんかやるじゃないですか。あれ気持ちはわかるんですよ。まあ、でもね、本当に天候上がってしまったらね、別に入れる箱は何でもいいやと思うんですね。本当に天候上がってきた。ただ気持ちとしてね、一般の人たちがね、お金があればいいものをしてあげたいと思うのは、まあ、すごくわかります。感情的によくわかります、ね、うちの妻はお父さんが亡くなった時に、その緩和ケアのレベルとかじゃなくてね、明るくしたい、喜び出さえて送りたいと思ったみたいでね、本当に言ったんですよ。ピンクの顔気ありませんかって。横で聞いててびっくりしてそれぐらい喜びが溢れてたんですよね。あの時本当に不思議でした。だからそういう、なんていうかな、あるでしょ。だから本当に神様に一番良いものを捧げる、ね、これね、これはね、大事です、ね、で、そうだ、第2コリント9章7、8、これで終わりますね、今日はね。来週は神道者の交えたら第2コリント、9章7、8お願いします。一人一人、嫌ながらではでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれたものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。はい、ありがとうございます、ね、ただここで豊かに蒔くものは豊かに刈り取るってことが書いてあって、その後に一人一人いやいやではなくて、誰かに強いられてでもなくて、自分で心で決めた通りにしなさいと。しかもそれを喜んで与える人を愛してくださいと書いてあるんですね。で、献金すると、例えば分かりやすくお伺いしますけど、献金すると、まああと1万円持っていて1000円すると、9000円になるわけですね。1000円なくなるんですよ。2000円すると8000なんて、2000なくなる。でこういうふうに発するんで、なくなるって。そうじゃない、神様のところに、神様にその1000円を渡したわけで、ね、9000残ってるんですけども、その1000は神様のところに行ったわけだから、必ずね、一番必要な時に豊かになって帰ってくる。でまたもっと捧げるようになるんですよ。だから喜んで捧げなさいなんですよ、ね、この1000円をしなかったらね、結局ね、甘いものいっぱい食べて終わるだけだとか、場合によったらですね、弱い人はね、思わずギャンブルしてしまうとかね、そういうのは捧げちゃった方が絶対ですよね。守られます、それは、ね、だから、ぜひね、それをね、覚えておいてください。本当に心で決めた通り喜んでする。あと、豊かに蒔くものは豊かに刈り取るって書いてありますからね、それを覚えてほしいと思います。まあ、献金のことはまたいつか、皆さんも献金は大丈夫でしょう。でも、どこかでゆっくりまたお話したいです。そう、礼拝で説教しないといけないね、いつかね。献金って言ってもね、日本の教会あんまり説教しないから、韓国はガンガンやるからちょっとそこまで言うかってぐらいやるからねでもナイジェリアはね、教えてましたね、ナイジェリア人も来てますけど、前ナイジェリアの人がね、大阪教育大学の附属のなんか行きましたけど、あの人がね、行く前に私に献金してくれましたよね。それ何かってスーツ買ってくださいって、それ何かってね、祝福を受けたいと思うときは、教職者が特に牧師に献金をするんですって。そしたら祝福を受けれるからって、そういう信仰があの国にはあるんですね。ナイジェリアでよかったなと思うんですけどね。ナイジェリアでないかというと、それでナイジェリアでリバイブが起こってる国なんです、本当に。
それはね、ある意味当たってるんですよね。神様に捧げるんですけど、その本当にそうやって捧げると祝福されるぞっていう意識。献金するときに、ああ、なくなった、1000円なくなった、残り9000円、ああ、2000円なくなった、あと残り8000円っていう発想をしてると祝福されないんですよ。下げるときに、あ、これ1000円、どういうふうに神様の祝福しかするのかってね、10倍になるのかな、100倍になるのかな、早朝に来てくれたらね、面白いことになります。必ずね、酒井牧師が祈るんですよ、献金の担当なの。酒井牧師はね、永遠の20代でね、必ず走りながら献金集めるんですよ。この狭い街道をですね、パーッとこう天使のように走ってですね、必ず走るんです。ね、こうやって集めて最後にね、永遠の20代の酒井牧師なんて言わせたらね、必ず言うんですね。神様、この献金を幾千万倍にして祝福して用いてくださいって必ず言って、幾千万倍って。で、私もね、かなり大胆ですけど、そこまで祈ったことないですよね。いつもそういう気ながらね、今日した献金の幾千万倍って、このようにニヤッと笑うんですよ。私信じます、アメンって言ってね。将来教会っていうかね、信仰の町を作るときに本当に必要だから。で、そういう意識を持ってますか？そういう意識を持ってするの献金って楽しいですよね。でその欲しいって言うので、神様一番いい時に本当に返してください、天国に貯金してるなよってね、一番ね、最高の利率ですよ。いや本当に帰ってくるとって必要な時に、そういう意識でするからなんですよ。ああ、なくなっていくっていう、こういう意識でしてると献金がしんどいし、献金するんだ、献金の時間はさりげなくトイレ行こうとかね、そうなるわけで、なくなるなら、いや本当にそうでしょ、なくなるなら。でもね、だから内田牧師みたいな、内田牧師はね、お待ちかねの時間ですって必ず言うんですよ。お待ちかねの時間です。そして最初はなくて、え、誰か貸すのかなと思ったらね、献金ですって言ったんですね。おおとか思ったけどね、お待ちかねの時間です、ね、喜んで祝福を受けましょうって言って献金するんですよ。でも私すごい信仰的だと思います。いや、お金を稼ぐってお金、時間もそうなんですよ。神のために時間を捧げる人は時間が必ず祝福されます。これは間違いない。能力を捧げる人は確実に増しくあります。確実に神のために能力を使う人はだからね、喜んで捧げる、それは期待して捧げてください。なくなるんじゃなくて祝福されるぞって、でその信仰が祝福される。それね、覚えてください。すいません、予約釈放の方が待っておられますので終わらないでください、ね、いきます、ここまで。で、来週は信者の交わりからね、ちゃんとコピーしていきますから、来週イエス様、学びの時はありがとうございます。イエス様に迷っておいたします。アメン。ありがとうございました。